北緯35度44分54.3秒、統計139度48分7.9秒、北緯35.748417度統計139.802194度、35.748417、十3 9 8 0 2 1 9 4トポス北、千住店は、東京都足立区千住一丁目に所在した大英が、運営する、大型商業施設である。 店番号は0118。商店街の一角に立地する地下1階、地上7階の店舗。中国地方を中心に展開していた株式会社マルシンが東京に出店した1号店として開業。しかし、東京には1店舗しかない関係で大量集中仕入れができない状況であった。一方で、大英は首都圏レインボー作戦に基づいて、 首都圏に大量出店している、真っ最中であったが、当時は新しく開業させた、赤羽店を含めて8店舗であり、新たな店舗を必要としていた。そこで、2つの思惑が合致し、1969年8月25日に、両社で正式調印を行い、業務提携を開始、同年9月1日に、マルシンと大英の共同出資会社、マルシン大英を設立し、 東京マルシンをマルシンから借りる形で運営を開始、同年10月1日に大英主導の下で店内の改装を行い、開店した。その後、マルシンが手を退き、大英に営業権を譲渡したため、1977年に大英となった。大英となった後1981年にディスカウントストアのトッポスに業態転換した。 多数展開していたトポスも2010年2月28日に天ヶ崎店が閉鎖されたことでこの北千住店が唯一の店舗となった。2015年7月31日に足立区はトポス北千住店が所在する千住本町センター沿いの地域の千住一丁目地区第一種市街地再開発事業を発表。 これに伴い2016年11月14日18時をもって閉店し、同時に36年続いたトポスの店舗ブランドは消滅した。マルシン大英運営時代から通算して47年間の営業だった。後地にはタワーマンションが建設される予定。この地区には伊藤洋華堂の1号店がすでに存在しており、集客で競争を繰り広げた。 大英北、千住店はトポスに業態転換し、伊東洋稼働千住店も2009年にディスカウントストアのザプライスに業態転換したが、ザプライス千住店も当店閉店の少し前の2016年4月10日に閉店している。閉店時点で売り場として使用していたのは地下1階から4階までである。地下1階は食品のフロア1階は 食品、日用消耗品のフロア、2階は、ファッションのフロア、3階は、住まいと暮らしのフロア、4階は、住まいと文具のフロアである。専門店は1階の宝くじチャンスセンター1店舗のみ。エスカレーターは、上りしかないため、下りは階段を使う必要があった。各フロアの取り扱い品目などの詳細は、公式サイト、フロアガイドを参照。ありがとうございます。